東京メトロ銀座線。銀座線は東京都台東区の浅草駅から渋谷区の渋谷駅までを結ぶ東京地下鉄、東京メトロが運営する鉄道路線。鉄道溶欄における名称は三号線、銀座線である。路線名の由来は繁華街の銀座から、車体及び路線図や乗り換え案内で使用されるラインカラーはオレンジ、ホルティシモ9500、 代々、路線記号は G。1927年、昭和2年に浅草上野間で営業を開始した日本で最初の本格的な地下鉄である。当時のポスターでは東洋唯一の地下鉄道というキャッチコピーが使われ、アジアオセアニア地域でも初めての地下鉄路線である。なお、一番切符を手にし、一番初めに乗った乗客は、 現鉄道模型博物館の館長、原慎太郎であり、道館には当時の新聞記事等が展示されている。東京地下鉄、東京メトロの路線では丸の内線とこの銀座線のみ標準機である。また、第3機上終電方式を採用しているため、分岐器の前後で無電区間が生じている箇所がある。このため、車両間引き同士を持たず、 6 0 0ト電源を直接使用して、室内灯等に用いていた 0HK 導入前の車両2両ユニット方式で MG を搭載した 1500NK を除くでは、駅到着直前に、室内灯が消灯し代わりに、バッテリー電源の非常灯が点灯していた。また、全消灯も消灯し扇風機の電源も切れた。現在運用されている車両には引き通し線が装備、されており、 停電することはなくなった。狂気と架空電車線方式を採用している、周辺と車路線との直通運転は、携帯的に困難なため丸の内線と同様に、実施されていない。トンネル断面が小さいゆえに、車両自体も小さく、1両の車両長が16メートル、1編成6両の長さが96メートルで、東京地下鉄の車体の規格の中で最も小さい。そのため、 一両あたりの乗車定員が少ない、車内冷房装置の屋外機が屋根に取り付けられない、などの制約が生じている。これは、建設費の節約のためである。初めての地下鉄建設とあって将来的な輸送の見込みを立てるのは困難であり、実際開業当時は十分な輸送力を持っていたが、現代に至っては輸送力不足を招く結果になった。冷房装置については、前述の理由で、 車両冷房化が困難であったことにより、一般の鉄道車両においては冷房装置搭載が一般的になっていた1983年、昭和58年から製造が開始された01系も当初非冷房で製造されたが、1990年頃になって薄型冷房装置が開発されたことにより、屋根状に搭載できるようになったため、これ以降に製造された01系からは、 当初より冷房が搭載され、冷房装置なしで登場した01系にも、冷房装置の設置が行われた。現在運用されている線形車両には、全編成に冷房装置が取り付けられている。なお、地上区間が、ごく短いことや、地下線内は地上ほど冷え込まないという事情もあって、開業時から01系初期型に至るまで、銀座線電車には暖房装置も装備されていなかった。 浅草通り、中央通り、外堀通り、青山通りの地下を通って、浅草、上野、日本橋、銀座、新橋、虎ノ門、赤坂、青山、渋谷といった東京都心のほとんどの繁華街やビジネス街を縫うように走る道のため、利用客が多く日中でも3分に1本の割合で、高頻度の運転がなされている。この銀座線の混雑緩和のために建設された路線が、 半蔵門線である。また、銀座線は、改削工法で建設されたため、後発の多路線に比べて、乗り場が浅く、田原町駅や末広町駅、虎ノ門駅、外苑前駅など、多数の駅で階段を降りるとすぐに改札口があり、改札口の先にすぐホームがあるという利用しやすい、形態になっている。相対式ホームの駅ではそのほとんどで、線路間の支柱が、 リベット組の鉄骨となっており、日本最初の地下鉄の歴史をしのぶことができる。また、浅草駅にて、松屋浅草店、上野広小路駅にて、松坂屋上野店、三越前駅にて、日本橋三越本店、日本橋駅にて、高島屋日本橋店、銀座駅にて、銀座三越と、松屋、銀座、渋谷駅にて、東急百貨店東横店とつながっている。 これらの百貨店の多くが地下鉄開業以前の開店化、同時期に創業の老舗であり、買い物客の誘致を図って、古くから地下鉄と百貨店各店とのタイアップ積極的に行われてきた駅自体がタイアップで設置された三越前駅は端的な事例である。車両基地の上の建築は地上と地下の二層構造になっており、地上車庫の入り口箇所には、 日本の地下鉄では唯一となった踏切。しかも、日本では珍しい道路の通行が優先される、機動車断式。同種のものはイギリスに存在するが存在する。また、渋谷駅周辺が窪地となっていることから、同駅では東急百貨店東横店3階にある、ホームから発着する。ただし、基盤整備により、ホームを現在の東口バスターミナル付近に移設する工事が、 進行している。かつて、渋谷伊勢は、二子玉川方面へ、浅草江北は、三和方面への延伸計画が存在した。しかし、1968年の都市交通審議会、東信第10号において、渋谷伊勢の区間は架空線式の別線として建設されるととなり、同等審にて追加された東京11号線半蔵門線に編入され、 1977年に東急新玉川線、現在の東急田園都市線として開業した。また、浅草美濃和間の延伸は都市計画決定が行われているものの、1985年の運輸政策審議会答申第7号で延伸計画は削除されている。赤坂三池駅のため池山のおよりには丸の内線とを結ぶ連絡線がある。 銀座線車両の重点検整備の際の中野工場、中野富士見町駅近在や、小石川 CR、廟賀谷駅近在への改装のために、この連絡線を通りすがる。過去には、隅田川花火大会開催日の臨時列車、花火ライナー、1992年から1999年、丸の内線新宿発浅草業や浅草寺への参拝客向けの 初詣新春ライナー、1993年、廃止時期不明。運転区間は、花火ライナーと、同一、中野工場見学会などのイベント列車なども、通過していた。2010年5月2日には、映画、仮面ライダー仮面ライダー仮面ライダーザムービー町、デモトリロジーの公開を記念したイベント列車、メトロデンライナーが、上野赤坂見つけ中野富士見町間で運転され、 連絡線を通過した。なお2008年以降丸の内線がホームドア仕様のワンマン運転となったこともあり、車両ドアとホームドアの位置の関係から丸の内線駅ホームでの乗降を取り扱わない、イベント列車を除いての時期運転は行われていない。ホーム有効庁が編成庁ギリギリの駅が多いことから、オーバーラン防止と駅進入速度の向上による運転間隔の短縮。 輸送力増強を図るために定位置停止装置が設置されている。2012年、平成24年12月17日、銀座線全19駅をリニューアルすることが発表された。2017年度、平成29年度中に、浅草京橋間を、2022年度までに全線をリニューアルする予定である。ホームや改札口を刷新し、 2012年12月末に開業85周年を迎える日本最古の地下鉄として歴史を守りつつ各駅に先端の機能を取り入れた主要路線として新たなイメージ定着を目指すとしている。また大規模改良工事を行っている渋谷駅を除いて2018年度までにホームドアの設置を完了した。浅草新橋間は東京地下鉄道によって 建設、運営された。本来は新橋から浅草まで一挙に開通させることを目指していたものの、関東大震災後による不況のため、資金調達が困難になってしまい、当時は日本一の繁華街で、公衆駅が見込める浅草から上野までの建設を先行させたのである。なお、建設は関東大震災後の1925年、大正14年に開始された。 1927年、昭和2年の開業当初は、もの珍しさもあって、乗車時間がわずか5分の区間に乗車するため、2時間待ちの行列ができたという。その後の経営も順調で、1934年、昭和9年までに全通した。一方、渋谷新橋間は、目黒蒲田電鉄系、東急の前身の東京高速鉄道により建設、運営され、 市な自編中の1939年、昭和14年までに全通した。その後、東京地下鉄道との相互乗り入れ運転が開始された。1941年、昭和16年7月に、両者は国策で設立された特殊法人、帝都高速度交通営団、営団地下鉄に統合される。同年12月東戦争、太平洋戦争の開戦後は、 日本本土は戦火に見舞われなかった上に、経済活動も活発化し、鉄道需要も高まったため、1942年、昭和17年12月31日より全列車を3両、編成取るなど輸送力増大に対応した。しかし戦争激化による電力不足のため、1943年、昭和18年以降は節電ダイヤとして、一部列車の運行区間短縮。 一部列車の三越前駅、渋谷駅間折り返し運転。休日は運休や速度低下などの措置が取られる。その後も、さらなる電力状況の悪化や、車両部品不足による運用可能な電動車の減少などにより、スピードダウンや運行本数減少が相次いだ。戦争末期の1945年、昭和20年には、 連合国軍機が東京を空襲できるようになり、さらに空襲の目的が無抵抗の一般市民の殺傷となったこと、絨毯爆撃を受けて、東京の繁華街や住宅街が連合国軍機の空襲、東京大空襲を受けるようになると、銀座線は土かぶりが薄く、爆弾などの被害を受けやすいために、空襲を受けるたびに運休となるなど、ロンドンやベルリン、そして大阪、御堂筋線の 各地下鉄のように、防空壕代わりに活用されることはなかった。同年1月27日に行われた空襲時には、爆弾の直撃により、銀座駅や京橋駅が被害を受け乗客多数が死亡し、さらに水道管の破裂により、日本橋駅、新橋駅間のトンネルが浸水したため、浅草駅三越全駅間、新橋駅渋谷駅間で折り返し運転を行い、 2月1日から新橋駅三越前駅間を単線運転で再開させた全線復旧は3月10日。また5月25日には渋谷検築に着弾し、車両5両が消損、廃車とはならず、後に修復して復帰する被害を受けた。6月1日時点では在籍車両84両のうち、稼働車は24両のみとなり、また繊細で、 駅周辺が過疎となったことから、田原町駅、末広町駅では1946年10月14日まで、時間を限って、駅通過扱いとされた。終戦翌年の1946年、昭和21年には、早くも修復が完了し、全線の運行が再開された。戦後の混乱による劣悪な電力事情のため、低速運行も続いたが、徐々に、 戦前の水準を回復し、さらに1949年、昭和24年には、新型車両が導入された。丸の内線が開業する前年の1953年、昭和28年には、当線に銀座線の名称が付与され、長く英断の重要路線として機能することとなる。そして、2004年、平成16年4月1日の英断の民営化に伴う、 東京地下鉄の発足に際しては、上野駅で発車式が行われた。平日朝夕ラッシュ時は、約2分間隔、日中3分間隔で運行されている。全区間、浅草駅渋谷駅間直通運転を基本とする。全線の所要時間は31分25秒である。1993年、平成5年7月30日までは0一軽車両と、 休憩車両、先頭に2000系、中間2500 n 型組み込みを使用し、保安装置は、脱脂式 ATS を使用してきた。また、前線所要時分は34分30秒とし、最大運用数は37本、予備3本で、最高速度時速 55km であった。休憩車引退後の1993年8月2日には、01、 軽統率による車両性能向上と保安装置の新 CSATC 化タスックの使用を反映したダイヤ改正を実施した。これにより最高速度は時速 65km に向上し、全線所要時分は4分短縮した30分30秒に、最大運用数は3本削減した34本、予備3本となった。その後、1997年、 平成9年9月30日には、ため池さんのお駅開業に伴い、前線所要時分は55秒増えた31分25秒となり、運用数が1本増えた35本、予備3本となった。このため、第38編成が申請された。なお、01系の置き換えを目的として2011年、 平成23年度より順次導入された線形も当初は置き換え対象の01系と同数の38本の導入予定であったが東京メトロが2016年3月28日に発表した2016年度から2018年度までの3年間の中期経営計画東京メトロプラン2018安心の提供と成長への挑戦において 今後銀座線全域に整備を予定しているホームドアの関係で各駅での停車時分が拡大し全線所要時分運用数がそれぞれ増えることになり日本像の40本の導入へと変更されたこれにより運用数は1993年7月30日までと同数に戻ることになる旧型車両の図職は1927年の開業時に ベルリン地下鉄の単行色を参考とした。しかし、戦中、戦後の混乱期に色見本を紛失したため、改めて色見本を制作したものが、やや濃い目となり、その後作り直すたびにさらに濃くなったという。2012年10月30日31日に、浅草、上野、銀座、ため池山王の四駅に、従来のブザーに変わり、発車メロディ、 発車サイン音が導入された。その後、2015年6月18日から20日にかけて、田原町、稲荷町、上野広小路、末広町、神田の各駅に、さらに2018年8月から11月にかけて、残りの各駅にも順次導入された。浅草駅、上野駅、神田駅、三越前駅、日本橋駅、銀座駅で使用されているメロディは、駅や町に、 ゆかりのある楽曲をアレンジしたものである。また、2019年3月26日より、車載メロディの使用が順次開始された。メロディの制作は、浅草駅、上野駅、銀座駅、および2018年導入の各駅と車載メロディは、スイッチが、神田駅と2015年導入の各駅は、スタマックが、ため池さんの駅は、エピキュラスが担当し、塩塚博士。 福島直也、以上スイッチ、岡村緑、薄井義幸、近藤智彦、山口優、永田太郎、以上スタマック、鈴木康義、エピキュラスの8名が作曲、または編曲を担当した。渋谷駅は、東急百貨店東横店の3階に設けられていた、相対式ホーム2面が使用されてきたが、渋谷駅が行く基盤整備の一環で、同百貨店を解体するのに合わせ、 原市から東へ130メートルの明治通りの上空に幅12メートルの島式ホーム一面に線を設ける工事を2019年度の完成を目指して実施している。この工事の一環として新しいホームを築造するスペースを確保するため渋谷表参道館を終日運休して明治通り上空での線路切り替え工事を2016年より段階的に実施している。 2008年、社団法人土木学会から、銀座線、浅草新橋間が、鉄鋼が町構造やアーチ構造など、土木的に貴重な構造物が多数存在するとの、理由で、土木学会選奨土木遺産に選ばれた。同年11月18日の土木の日に、同学会から認定書と名番が贈呈された。また、2009年には、経済産業省から、 銀座線、全線と、旧新橋駅、東京高速鉄道時代に営業していたホーム、銀座線で使用された後、地下鉄博物館で保存されている線形線1号車、100系129車などが、近代化産業遺産属33に認定された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。